皆様、ようこそ。言語とアイデンティティのイアイデンティティに関してですで。私はモデレーターをさせていただきます。まずは、通訳ボタンが一番下にありますので、もし日本語をお聞きになりたい場合は、日本語を設定してください。 今日のトータイトルなんですけれども、男性像、そしてそれ以外の地域における男性像の変遷を探求していきます。平本様、よろしくお願いいたします。教授です。シンガポール大学、A、において、シンガポール国立大学において、英語、そして英米文学科の准教授を務めていらっしゃいます。 社会、言語学、また言語人類学でご活用をされています。Language and Communication, また World Englishes, Language in Society, また International Journal of the Sociology of the Language 等々でいくつか論文を掲載されています。そして e x p o r d Hendrick of the Japanese Language、こちらの編集者の一人として働いております。そして Gender and Sexuality、また リンゴイスティックス、バンガードのエディターでいらっしゃいます。で、プレゼンテーションの後、Q&A を行います。で、簡単に申し上げたいんですけれども、Q&A のファンクションが一番下にありますので、それを使ってご質問を投げてください。まあ、いつでもやっていただければ、一番最後まで待たなくてもいいです。今日のウェビナーでありますけれども、ワークショップをその後に行います。4つのプレゼンテーションを行います。ということで、 別のズームリンクがありますので、まだそちらのワークショップの登録をされていらっしゃらない方はですね、どういうふうにするかと言いますと、リンクちゃんと今、あの送りましたので、チャットの中でのリンクをあの登録をし、えー、とするのに使ってください,、はい。それでは、平本先生、よろしくお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございました。 それではスクリーンを共有させていただきます。皆さん、こんにちは。ご丁寧にご紹介いただき、ありがとうございました。ハナ先生、そしてマリア・テレジナ先生、東京カレッジ。 そして、言語、アイデンティティワークショップシリーズのオーガナイザーチームに感謝を申し上げたいと思います。今回の講演のポジションに私をご紹介いただきありがとうございました。そして、今日はイベントのために通訳のチームも入っています。ありがとうございます。今回のプレゼンテーションは、私の研究ということで、ジェンダーイデオロギーのメディア表彰、特に男性像への影響に関する私のこれまでの研究を メメディアとメディィアアとと化いう理論的なな観点から考察したものになりますでこの10年間私は東アジア特有の考え方ということで女性像男性像に関する調査をしてきましたこの中で支配的でそして異文化的な考え方のより大きな理解 の中で、大衆メディアから得たデータを用いて調査してきました。例えば、小説、アニメ、そして映画などになります。いくつかこちらのアニメの例が入ってますね。で、またいくつか論文も書いていますけれども、アジアの男性像にフォーカスしたもの、アジアのこの、まあ、 暴力関係のものですけれども、バイオレンス関係、このような映画から撮っています。アクションフィルムも研究しています。で、今日のお話ですけれども、このような順序で進めていきたいと思います。なお、今日の発表の中では、一般的な大衆メディアからのデータを紹介いたしますので、その中では、バイオレンス、暴力関係の描写もあります。 そのような映像を再生するときには必ず注意喚起をさせていただきます。性的描写も含まれています。これは言語、性描写に関するデータになります。これに関しましても必ず注意喚起を行わせていただきます。これはまず、 え、ま、本発表についてですけれども、自然発生的、自然主義的なデータの分析を優先する研究のデータとは対照的に、私は特にメディアベースのデータを使っています。そして研究をしていますけれども、その中で、イデオロギーを探究するためのツールとして、言語、ジェンダー、セクシュアリティに関するこの探究ということで、自然主義的なデータと同様にメディア化された画像、 台本化された談話これは埋め込まれた社会的な意味を視聴者に伝える能力を持っていると考えこういったデータを使っています。決定的に重要なのは主流メディアが大衆にアピールをするということでジェンダーやセクシュアリティに関連しそれを超えて本質化したこの表面に出たイデオロギーの対抗した2つのモデルを強化する。 ととといいいううユニークなな能力を持っているということになります学校では、「How いかにということを話しますけれども、この二項対立モデルのフレームワークだけではなく、この我々の外の世界というのはこういった対立モデルに囲まれています。このような自然化ということもお話をしたいと思います。 そしてその中で言語をどのように使用するのかということも話をしていきたいと思います。アシフワガのレジスター化という概念ですけれども、私がメインストリームのメディアのデータを使う上で非常に重要だと思っています。メディアによるウワホというのは、この談話と申しましょうか、ある言語使用者の集団において、異なるスピーチ形態が 和社の属性を示す指標として社会的に認識、レジスターされるようになる。その過程を決定する重要な役割を果たすとアガは指摘しています。例えば、ビジネスのビルでエレベーターに乗りますよね。そして、誰かがこのエレベーターの中で。 例えば、この人は法,的法律に関係したことをやっているんだなというようなことが分かるようなことを話し出す。つまり、このアフィリエーションが低いということも考えます。このレジスター化という意味は、それが存在する社会的・文化的世界の制度的コンセンサスを メディア化されたストーリーにおいて反映しています。例えば、この、まあ、法律に関係する人だったらば、まあ、非常にプロなんだなと、高度教育を受け,受けているなとか、そういったような意味がくっついてくることがあります。このようなついてくる意味をつなげることによって、あこの人はこういう人なんだということを判断するわけです。それがカンテクチュアリティ。 と呼ばれるものになりますこのレジスター化と言語的育成の組み合わせによってキャラクター作りの中で社会的な意味の機能をつけることができます例えば想像上の人物として主流メディアはステレオタイプ化された 言語そのものだけではなく、その人種やセクシュアリティに関するコンテキスト的、建設的実践を通じて、文脈に沿った力関係の前提も再現しています。中村桃子先生、東京大学の桃子先生や友貞先生がこのようなお話をなさっています。ある特定の方言、社会的方言。 絵がタイプキキャャスティングキャラ作りに役立つとおっっしゃっています例えばこれによってこのキャラクターはこういう人なんだなということを見ている人が分かるようになるということなんです例えば変な科学者とか非常にリチな家族の娘とかそういったようなものがレジスター化につながっていくわけですそしてメディア化とも言われます このアイデアを言語とセクシュアリティのコンセプトにつなげてお話をしてみたいと思います。今日の私の中では男性像、セクシュアリティというのを理論的観点から追求しています。レジスター化や社会記号論といったような理論的観点から追求しています。でまた、このような研究の中ではメディア化と 自然化という概念を用いてこのように説明されています。例えば、外国のケーススタディとして、この男性像を、例えば、ジェームズ・ボンドの映画、シリーズ、また、ハリウッド映画のシリーズ、など、で研究をしています。このような男性的キャラクターの大法上の演技というのは、 今お話ししたようなアイディアにのっとって作られています。グラムシーの文化的ヘゲモニーと規範性の定義理論を用いると、ヘゲモニー・普遍化とは、私たちを取り巻く世界をどう解釈するかについての一種の一般的コンセンサスと理解することができます。この文化的普遍化、ヘゲモニーのコンセンサスは、 単一の支配的なグループによって決定されるわけではなくて、多様なイデオロギー集団の間の交渉によって生まれるとブラム氏は言っています。バトラがパフォーマンスやパフォーマティビティについて述べているのと同様に、こうしたイデオロギーは繰り返されることによって与えられたものとして受け入れられるようになって、えそしてその 集合意識の中で自然化されていくわけです。そして、自然化のガイドラインを設定する際に、主流派メディアは著しく大きな力を行使することができるわけです。そして、自分のイデオロギーの正当性を保持することができます。例えば、メディアによるジェンダーイデオロギーの自然化は、リッピーグリーンのベクトルに沿って、 で屈折させることができます言語の使用人種民族性国籍体系などで自然化が行われるわけですそれではここからは社会言語学がジェームズ・ボンドシリーズに基づく男性的特徴男性像の映画的描写に注目したいと思います男性像の概念がどう変化してきたかポピュラーメディアとの関係についてお話をしたいと思いますこのケーススタディは フィリップ・ワーさんとか、私の PhD の学生であるヴィンセント・パクトの共同研究に基づきます。このヘゲモニ、不変化,不変化と男性像の概念を考慮しながら、社会、記号論、パフォーマンス、そして感情、感情レジームのレンズを通して、 メディアによる男性層の健康の変化を検証いたしました。特に、非常に長い歴史、60年以上の歴史を持つボンド映画のセリフを通して、理想化された男らしさが時代とともにどのように変化しているのかを見ていきたいと思います。昔のジェームズ・ボンド そして今のジェームズ・ボンドの比較です。そしてそれはまあ視聴者によっても影響をもたらされます。映画制作というのは視聴者、その見る人たちの感情も表されています。でさまざまな戦略が使われて、このような共通の修正プロセスが生まれます。例えば感情のレジーム。 感情というのは、感情のサインを使ったり、さまざまな条件から生まれた感情というのが生まれます。そして、さまざまな感情を表すということになるわけです。えつまり、 これ可愛いなというような感情。そしてそれが幸福につながる。そしていいなというようなポジティブなフィーリングというのがこのようなキャラクターにつながってくるわけです。そして感情のレジームというのは、例えば制度の中で、どのような感情をさまざまなコーモディフィケーションのような 行動の中で使っていくということがあります。例えば、この製品の裏にいる人たちがですね、まあ、か可いいと思ってくれるようにいろいろなことを作り込むわけですけれども、非常にシンプルに言えばそれが感情レジームです。明示的であったり、暗黙的だったりします。そして、感情のサインと人々の解釈。 のののの間のつながりをを促すすそのものそもれを感情レジームと言いますこのような理論的なポイントを踏まえて現在公開されている25本のジェームズ・ボンド映画に登場する全てのジェームズ・ボンドキャラクターを調べてみましたえ。今日はショーン・コネリーとダニエル・クレイグにフォーカスをしたいと思います。初代ボンドと最新作のボンド。 とということですねそして、この視覚分析と社会言語学的分析を組み合わせて、このキャラクターの男性像が女性とか弱みを見せるといったような感情の、感情レジームを用いて、どのように自然化されているのか、どのように演じられているのかを明らかにしたいと思います。まず、弱みを見せるというところなんですけれども、まずここ、ジェームス・ボンとのキャラクターがありますね。 オリジナルのボンドはもう本当に典型的なその男らしさですね。この無敵のヒーロー、ハムステッドによりますと、ボンドはタキシードを着たスーパーマンと表現されています。ボンドのキャラクターは肉体的な強さ、撃たれ強さで知られています。まあ、本当に無敵のヒーローなんですね。撃たれても無敵であると。でこの特に初期の ボントというのは本当に無敵の男性像である1960年時代から70年代にかけてのボントのキャラクターは、まあ、他の俳優にも演じられたわけですけれどもその頃から微妙な変化が見えてきます。少し弱さが 表現されたり、また苦しんだり、ピアス、ブロンスノンなどのボンド以降に目立ち始めた微妙な変化というのがあります。例えば、撃たれたら、まあ、ちょっと片足で跳ねてみたりとか、ピ、えー、ッグを引いたり、そういった形になります。で、マスメディアにおけるイデオロギーの自然化。 ですけれどもこれはまあ非常にジェームズ・ボンド、本当にスーパーヒーローで本当に強いと。これは60年代、70年代の男性像。ただ、今のオーディエンスは違うんですね。今のオーディエンスが見たい男性像というのはヒーローであっても、何らかの人間性、ヒューマンなところを見せる。えつまり弱さも表さなければならないわけです。で視聴者としては、 この人はどういう人なんだろうといった形で見ているわけですから、より人間性を出すというのがタイプキャスティング役作りの中で重要なわけです。ダニエル・クレイグのボンドはそれほどタキシードのスーパーマンではなくなってきているわけですね。ショーン・コネリーのボンドはこのように弱々し面も見せていますけれども、最小限。 のことになりますでこれはサンダーボードのものです。こちらはですね、1965年のものでありますけれども、ショーン・コネルのジェームス・ボンド、血が出ます。ちょっと血が唇に見えますね。で今日 まあこちらはです、ね、カジノロイヤルでありますけれども、最初のクレイグさんがやったものです。このシーンでは拷問されています、裸で、そして血を流しますし、まあ、明らかに苦しんでいます。なので、これはすごいコントラストですね。もともとのジェームズ・ボンドの男性度と違っております。だからといって、クレイグさん。 まあ、やはり男性像としては素晴らしいものなんですけれども、違ったタイプの男性像ということで、ダニエル・クレイグさんが演じてしています。まあ、違った形で,です、ね、感情レジームの出し方が違っているわけです。で、こちらなんですけれども、ちょっとクリップをお見せしたいと思います。でこちらの人物ですね、ジェームズ・ボンドの M さんという上司なんですけれども。 お亡くなりになりますので、もしそれが見たくないということであれば、目を背けてください。1分間ですね、それを見ないで。ただ、サウンドは流しますので、あの見なくても大丈夫です。まあ、ここで見ていきたいのは、ジェームス・ボンドさんがですね、まあ、どういうふうに弱さを表出するのかといったところをご覧いただきたいです。 ということでここで1、まあ、つ例でありましたけれどもどういうふうにボンドさんが泣くのかという演じ方です。でもう1つまたお亡くなりになる例です。ベスパーさんですね。彼女もお亡くなりになりますのでもし亡くなるのが嫌ということであれば見ないでください。1分間ぐらいですね。まあ、こ,れがこれは。 上司がお亡くなりになるとは違いますね、恋人ですごく愛していたんです。で、実際にもう溺れてしまって、心配蘇生をしようとするんですけれども、ちょっと簡単にお見せしますね。 ということで、まあ、サイドになりますが、まあ、すごく感情を出しまくります。で、前のボンドの演じ方とは違っています。で、簡単に言うと、ジェーム・ボンドに見られる、まあ、いくつかの、もちろん普遍の資質はありますけれども、演じ方が違ってきています。 男性像の移り変わりの傾向に関してですね、それが見られるかと思います。プレイボーイから真実の愛へ、そして常に人気者ではありましたけれども、真実の愛に目覚め、そしてクレグさんが演じたものですね、このベスパーさん、他のジェームズ・ボンドの演じ方とは違って、ベスパーに対して、 人間的な側面を見せます。モノゴマスと言われる、まあ、関係性ですね。それが、えー、オーディエンスに受けるようになったわけです。それでは、まあ、もちろん、性的な魅力であったりとか、また強靭さというのは普遍でありますけれども、 まあ、しかしながら演じ方が変わっているということであります。ということで、こちら、ケーススタディですね。また、男性像がどういうふうに変遷しているのかという結論です。で、ショーン・コレヌリのような初期のボンドの人物像でありますと、困難な状況をなんとか自分の有利になるように転換をします。そして、ほとんど弱さを見せずに。 問題を解決しています一方で、まま、ということでショーン・コネリさんですね、ま、ほとんど身体的にはダメージをこむらないという姿を見せています。スキューバダイビングのところでもですね、もうすぐに回復して泳ぎ始めます。まあ、しかしながらダニエル・クレイグさんの新しいボンドですね、まあ、すごく強力に弱さを前面に出しています。 脆弱性に関する感情的なレジーム、まあ、これがボンドの人間的な振る舞いを前面に押し出して、人間的で全体的な男性としての、まあ、彼の人格形成に寄与しているわけです。ここを考えている中で、他のね、他のマーベルシリーズなどもあります、はい。例えば、キャプテンアメリカであったりとか、あるいはどういうふうに。 この人たちが悪役と戦うのかといったところですね。まあ、こういった人物というのは、もっと最近の人物というのは人間性を前面に出しています。ということで、トレンドが変わってきていると、えー、理想的な男性像というのは何なのかといったところが変わってきているわけです。それでは、 次に行きたいと思います。2つ目の事例です。ケーススタディです。東アジアの男らしさに関する英語圏の映画の描写です。で、こちらのケーススタディなんですけれども、人気のある、まあ、忍者のアクション映画ですね。まあ、こちらは日本の武道から派生したものでありますけれども、え西洋の宗教国 想像力をかきたてるものでありましたでこちらなんですけれども男らしさセクシュアリティの構築を追跡をしていきますが社会言語学また言語人類学また英語記,記号論といった理論的価値 観点から行っておりますで、フィビー・プアさんとの共同研究が主な基盤となっております。で、こちらなんですけれども、マルチモーダル分析、そして言語的、視覚的なレジム化の概念に基づいて、仲介とシミュレーションの概念を用いています。それによって、2つの点を明らかにしています。まずは、 ハリウッド作品において広く受け入れられている武道である忍者のタイプ分けですね。これはオリジナルなきコピーであるということであります。2番目です、英雄、そして悪,悪役としての忍者の特徴ですね。これは人種に基づく主流の男性像という言説を通して自然化されているわけです。まあ、白人または日本人というコントラストも用いられています。 ということで、最近のディスコースの中でシミュラクラですね。これが、例えばマトリックスであったりとか、あるいはインセプションといったものに用いられています。で、スター・トレックシリーズでもそれが見られます。シミュレーション。 まあこれらはですね、マスパライビジュアルにシミュラクラをどういうふうに適用させているのか、そしてシミュレーションのいい例でもあります。これに関しては、またデータを見ながらお話をしていきたいと思います。VR でありますけれども、シミュラクラという概念、そしてシミュレーションの概念を帝国主義的な地図制作の努力のそういう工夫の 起源と結びつけています、まあ、帝国主義的なと申し上げましたけれども、つまり軍人の人たちがマップを作るときに戦略を持ってどういうふうに戦うのかと、モデルを持って戦います。まあ、しかしながらこれは実際の領土とは違いますので、シミュレーションのようなものです。シミュレーションを行って実際の戦術を考えます、戦略を考えます。モデルを見てで本当に オリジナル見えるんですけれどオリジナルではないんですね。ということで、こちらも映画に照らし合わせることができます。つまり、ま忍者ですね。まあ、ご存知の通り、もちろんいたというのは聞いていますけれども、すごく神秘的な人物像です。 特に日本国外においては、このイメージが、まあ、すごくですねあの大衆化されたものであります。商品化されています。まあ、実際の映画のキャラクターを見ますと、まあ、アニメも含めてですね、まあ、こちらはご覧になったことがあるかと思いますけれども、あとは本当大人の人たちもです さまざまなタイプのメディアプロダクションをこのカテゴリーで行っています。忍者、年齢を問わない娯,娯楽がまだ日本でも国外でも熱い人気を持っています。ハリウッドでもそうです。忍者は人気です。例えば、忍者というのは、まあ、全ての人というふうに言いませんけれども、 まあ、フィクション化されています。例えば、まあ、歴史の昔の人物、霧隠れ、才造、はっとり、肝臓とかサビト、サルトビサスケ、石川五右衛門等々、まあ、こういった人たち、歴史上の人物をフィクションで表現したものであります。それによって想像力がかきたてられます。忍者とはこういうものかと。で、理論的な。 面に関してはこの現代の言説ディスコースにおいて、マトリックス、あるいはインセプションといった映画ですね。こちらはシミュラクラ・シミュレーション。これはもちろん 想像上の制作物でありますそれをもとに作られています。こちら。一番最初の忍者のイメージですね。ハリウッドの映画に出てきたものです。1967年の映画であります。ジェスモンドのフィルムで出てきました。007は2度死ぬと丹波哲郎がローが 和客で登場しておりました、まあこちらですね。こちらのイメージがすごくプロトタイプになったんですね。ハリウッドでは忍者とはこういうふうに描かれると。で、この,英語のあ映画の後は同じような忍者像がまた出てきたわけです。ということで、忍者には。 さまざ、あ、まな影の才能がありました。例えば、いろんな仕掛けを行ったりとか、手綱のようなことをしたりと、ロマンチックな階層がそこにひも付いています。もう日本の過去のえ時代に関するロマンチックな階層を書き立てます。シャリウッドにおける忍者は実際には違っております。 旧世界の日本の創作物であり空虚な記号となったわけです。これをオリジナルのコピーであります。この忍者は私たちの忍者というふうには言わないでしょう。これ全然違っています、日本の忍者とは。このような不思議な現象はもちろん、 ハリウッドの忍者映画をシメラクルとして位置づける基準にはなります。しかしながら、ハリウッドの忍者とその歴史的な同等物との間の不協和はまだ完全に表現できていませんえ。ハリウッド映画における忍者ですね。こちらは、日本人であるということさえも仮定することはもはや不可能であると。 その結果、現代の人種政治,政治、あるいはこのように国の歴史、人種、または男らしさが複雑にかかか絡み合った結果、えー、ヘゲモニー的な主流な男らしさを巡る争いの場がここで継続されることになるわけです。ハリウッドのフィルム、まあ、こちらが。 まあ人種におけるジオポリティクス、地政学の争いを継続させているわけですね。で、日本において忍者というのはヒーローでありますけれども、しかしながら、えあちらの世界では脇役となります。 ここでも一つ例をお見せしたいと思います。このロマンチサイゼーションがどうなっているのかというのをこの自然科の中で見ていただきたいと思います。これ、忍者ですね。ハリウッド映画の中です。ここに忍者の先生がいますね。後ろ姿がありますけれども、日本のどこかに住んでいらっしゃってて、この忍者道場を経営していらっしゃいますで。その生徒として外国人もいるわけです。 で、ね、鎧びつというのを持ってるんですけども、これは秘密のこの、まあ、兵器庫ですね。その中に兵器を何百年もこの隠しているわけなんですけども、まあ、おそらくそういうことは本当にないと思うんですが、ただちょっとクリップを再生してみたいと思います。このビデオの一部分を見てください。音はありません。ただ、え手裏剣で撃たれる人がいますので、暴力嫌いな方は ぜひ少し横を向いててください。このような忍者のロマンチック化ですけれども、このオープニングシーンに見られます。この彼が自分の家族の歴史をこの兵器で説明しているわけです。 で各この兵器が世代を継がれてきたと言っているわけです。で、この兵器の目的の話をしています。ここ、ちょっと暴力的なシーンになります。ナルトとか、ニンジャ・ハットリ君ご存知の方、これが手裏剣ですね。 戦いの後これを拾って、洗って、あの兵器の箱に入れるというのはほとんどあり得ないので、まあ、そういったような形でハリウッド映画が作られているわけですね。ということで、いろいろな映画を見てみましょう。ご覧いただけますように、いくつかの,この赤いところが日本人のキャラクターです。で、ブルーがアメリカ人のキャラクターです。 ご覧いただいているように、えーまあ、ほ日系人ですね、えー。原田金一郎さんですとか、五兵衛さんですとか、五兵衛さんでしょうかね。また、さっき、おろくさん。悪者役なんですけれども、忍者タートルスのですね、まあ。日本人的に役を作っているわけですけれども、もう一つお見せしましょう。 これ、ティエージミュータント・タートルズです。ニンジャ・タートルズですね。クリップを再生します。このタートルズは、まあ、実際にその日本人のタートルとして出てきているわけじゃないので、それをご覧いただければと思います。 えこちらない、uh, yeah, <laughs> 人間じゃないんですけども、アメリカ人と言っ,た言ってしまいましたけれども、ラファエロとミケランジェロとドナテロとレオナルド、これがこの突然変異の亀なんですねで。アメリカで生まれて、アメリカ人として育っているキャラクターです。で、その行動というのは、まあ、日本の忍者と、まあ、ハリウッド映画の日本人の忍者とは全然違います。例えばその頃の若者の、まあ 若者の言葉を使っているこれがハリウッドの忍者に見られる男性像です。まあ、非常に男性像、例えばコネルが言っているような男性像の支配的な階層にあるわけですね。パワーがある。社会の中でこの普遍の力を持っていると。 まあ、通常は白人、黒人、ラテン、アメリカ人、まあ。一番下にあるのがアジア人です。体が小さいからかもしれません。または少数民族だからかもしれません。ね、この西側のモデルだとアジアモデルというのは、この西側西洋のモデルには従ってないわけですね。これは、まあ、あの研究の目的のためにお見せしているだけです。シミュラクラのアイディアに戻りますけれども、なぜ これはオリジナルのないコピーなんでしょうか。忍者道場、忍者スクールというのがいつもハリウッド映画に出てきますけれども、京都渦ウ映画村ですとか、そういったところの外で忍者道場というのは私、見たことないですよね。空手道場とか、合気道道場とか、剣道道場は日本にありますけれども、忍術道場なんてありませんよね。ご存知だったら教えていただきたいんですけれども。まあ、これは自然化されているという意味です。 アメリカのヒーローがハリウッドの白人の男性忍者に表されているわけですよね。アジア人のキャラクターは、例えばこの自分の先生のためとか、自分の道場のため、兄弟のために戦うわけですが、女性のためとか家族のためとか、ただハリウッドの 忍者映画では日本人のキャラクターはガールフレンドとか恋人のために戦いません。悪人の忍者は戦うんですね。それは非常に目立ちます。ですから自分で個人的で、もうローンウルフ的で、そして独立してコ行動する。それがそのマフィーチャーになります。ただこれは、いわゆる シリアスなドラマの場合には違い,ません違います。これコメディのケースなんですけれども、春ですね、これは白人の忍者とその先生。春がこの自分の女性を探している。で、先生がまあ反対するんですけれども。 でも、春の決定を支援してくれると。春は日本で育って、ビバリパリヒルズに行って、その女性を探しに行って助けるわけです。もう一つのキャラクター、最近のものですけれども、ケイシーさんです。ニジャ忍者、シャドウブティアのケイシーです。彼は道場のルールに従わないで、そして女性を助けに行くわけです。 で、またここ戻りますけれども。ハリウッドの忍者フィルムのこの白人のキャラクター。これはまあ日本の忍者とは違うわけですよね。で彼らの振る舞いというのは、えよりこのアメリカンヒーローになるわけですね。アクションフィル,ルムのような形になります。リーサル・ウェポンとかダイ・ハードとか、そういったような並びになるわけですね。 まあ非常に反逆的なヒーローになるわけです。日本のキャラクターというのは、まあ、悪役とか、または脇役になるわけですよね。ロマンチックなものは全然持ってないわけです。それでは最後のケーススタディに行きたいと思います。これはシンガポールの例です。フィッツポーというのをご存知ない方。 これはフィットネスであって、まあ、ショーケース的なものになります。この男性グループ、私の教え子、ヤニン・エライと私が共同研究をしました。え例えば、この人たちは筋肉を使って、インスタグラムに載せたり、そしてスポーツさんを得たりするわけですね。 で個人的なトレーニングビジネスをやってたりする人たちなんですけれども、これはいわゆる男性が自分を非人間化している、オブジェクト化しているわけです。自分の,この肉体をソーシャルメディアを使って、この非人間化して見せている。まあ、これよく見,見られる現象です。この男性の非人間化というのは、いろいろなところで今起こっています。シンガポールだけではありません。 でこの男性そうとセクシュアリティですけれども女性のこのセクシュアリティだけではなく男性も自分で行っているわけですね多くの人たちがやったら非常に収益性が上がるかもしれませんけれども10年前に言及しましたが今はより フィスボとかインフルエンサーがインスタグラムとかティックトックとかオンラインのパフォーマンスで非常に有名になってきています。この男性像というのはここではセクシュアリティを表すものとして使われています。セクシュアルな男性の筋肉のある体がより この男性像というのを表すのに使われているわけです。多くの研究で行われていますが、過去においても、このコネルが一番有名な研究者になります。で彼女のオリジナルの本に書いてあるんですけれども、第2版ですね、彼女の新しいものになります。それでは男性像 イレオロギーがどういうふうに変,装を変遷していくのかといった、まあ、この西洋社会のものでありますが私たちのドメインもありますのでアジアの領域を見ていきたいと思いますソーシャルメディアが台頭しておりますその中で男性の身体というのもメディアのプラットフォームインスタであったりとかあるいはさまざまなオンラインフィットネスの中で表出されるようになってきましたそれが 見せられるようになってきましたなのでフィットでそしてインスピレーショナルというイメージですね、まあ、それがハッシュタグになったりとかスポルノセクシャルという形で見られております、まあ、これは理想的な男性、まあ、今日の社会におってでありますので中国のトラディションとは全然伝統とは全然違いますね 皆さんが検鑽をするのは、実際に戦うためですね、それを見せびらかすためではありません、身体を見せびらかすためではないと。だからこそ、まあ、中国系のです、ね、シンガポールの方々をフォローすることにしました。ということで、どういうふうにトレンドが変わっているのかといったところを見ていきました。今日、男性の体は象徴的な資本の一形態となっております。 まあ実際に象徴的な価値の担い手、えー、となっております。それのスポーツ、そしてセクシャリティ、それの造語であります。アンド・シンプソン、メトロセクシャルという名前もこの人は付けました。まあ、違った形の近代的な男性像です。アガスのモデルホームのレジ,ームレジスター化を見たときもですね、 このようなトレンドが見て取れます。ということで、私たちが考慮したですね、ダイアン・デイシーの人たちです。ちょっと時間が押しておりますので、いくつかですね、見せていきたい例があります。私たちが調査をしたのは、どういうふうにインスタグラムとフィッツノの人たちが身体を見せるのかということですね。 まあ、自分たちでアップをしております。ただ顔が見えないんですね。でこれがモノかあるいは、非人間かという特徴であります。ただ、身体だけを見せているんです。で顔が見えないと、まあ。例えば、ライセンスリダツ、そして、ジェンダーアドバタイズメントと、いった、コンセプトと、紐づくものです。ライセンスリダツ、というのは、オーディエンスに 体を見ていただくことによって不安定なボディポジションを見せています。そして、まあ、強いタッちを見せていない。そしてゴフマンでありますけれども、男性、そして女性といったところの定義がここにあります。あ,あります通りですで。こちらですね。男性のインフルエンサーです。まあ、皆さん。 オーディエンスに対して、まあ、こういった体の見せ方をしております。そして全ての人たちがさまざまなコメントを返しています。で調査をもとに私たちは分かったことがあります。それは4つのインフルエンサー、四人のインフルエンサーの中、2人は、まあ、ストレートそうじゃない人たちもいました。で まあ、コメントの描写ですね。例えば、まあ、すごくポジティブなものが見られます。ストレートじゃないインフルエンサーの人たちが、えー、セクシャライズされたコメントを、まあ、それは受け入れますね。まあ、もちろん、明示的にそれを言わない、やらないでくださいというふうに言ったりしないんです。まあ、ストレートのインフルエンサーに関しては。 逆かもしれません、まあ、とにかく簡単にですね、まあ、すごく集中した調査を行いました。で彼らは戦略によって、まあ、自分たちの体を商品化して売り込むと、そしてそれを自然化しまた確立させ、 またエ t ティサイゼーションエルティック化というふうに言いますけれどもいやこれはですね、まあ、とてもよく見られるものですストレートなのかストレートじゃないのかといったところもそこに絡んできます、まあ、自分たちを商品化して物化して全てのオーディエンスに見せる、まあ、しかしながらストレートの人たちだけがインフルエンサーだけが明示的に 男性から来たコメントは、跳ね返しています。自分たちの,その体をセクシャル化すると、あの性的な形で見るのはやめてほしいというふうに言っています。それでは、こちら一番最後のところですね。全体的な結論です。で私たち、男性像、そしてイデオロギーの編成を見てきました。そして、言語、そして、ジェンダーの関係。まあ、これは モダニティの内容と文脈によって相互に影響していることが分かられています。で50年前見ますと、まあ、中国の人たち、シンガポールにおいては、中華系の人たちは、まあ、もっと西洋化されたアイデアを受け入れておりましたけれども、そこが変わってきています。まあ、それは悪いことではありません。まあ、言語、そしてサクシャリティに関して私たちは、 流動的なものを見出しております。二項対立のものが、ジェンダー・セクシャリティが変わってきていると。つまり、男性映像がどうなのか、そして女性,が女性像がどうなのか、まあ、そこを、まあ、今日、あの研究の対象にしているわけではなくて、 どういうふうに誰がどういう何を使っているのか、どのような男性像、女性像であったとしても、それはいいわけです。ということで、この調査、イデオロギーの偏差、編成、男性像に関するものが、どういうふうにこの流動性の理解に。 貢献すするのかかととといいったたころが見られたかと思います例えば自然化されたアイデアの中でですね、どういうふうに、まあ、今、ナチュラルに受け,られるもの受け入れられるもの、それというのは流動的なものであって変成していくものです。ありがとうございます。ハナさん,さん、ハナ教授、ありがとうございます。 ヒダモト先生、ありがとうございました。この男性賞、そしてまた言語、メディアの影響ということで、その概念についてお話いただきました。<laughs> 時間大丈夫です。問題ありません。いくつかオーディエンスの方から質問を受けたいと思います。一つチャットに入ってますね。アントニオ・ゴロルさんの方からの質問です。 この弱さを見せると、弱みを見せるというところですよね。で、j ェー e s ボンドがま、変化していくところなんですけれども。同じようなこの弱みを見せるというところが、カンフーエガでも見られましたかという、そのご研究の中でカンフーエガ見ましたかというご質問なんですけど。<laughs> ありがとうございます、a n t o さん。非常に面白いポイントだと思います。カンフーエガ、というのも、この弱みをキャラクターによっては見せます。通常は若い人たちですね、のキャラです。若い人たち。 まあこれはタイプキャスティングというんですけれどもキャラ作りですよね。固定化された役割はあってそれをまあカンフー映画の中ではキャラクター作りに使っているんですけれどもその脆弱性弱みというのはまあ特に若い人たちが見せます。そしてその若い人たちは自分たちが何か 持ったですねでもそうじゃなくて先生に従わなければと。通常は普通のコースに戻ってくるんですけれども、ただ、あります。はい、あの弱みを見せるとなります。でもそれほど大きな変化は私は見ていません。どうもありがとうございました。それでは、私から質問があります。ジェームス・ボンドの話になりますが、どういうふうに彼の男性像が変わったのかといったところ。 どこかのポイントで、まあ、必要なレベル、あるいはジェームズ・ボンドの男性像のその要件、こういう人じゃないといけないというのは、まあ、それがどんどん編成してし続けるということですかそうですね、面白いポイントだと思います。ジェームズ・ボンドのフランチャイズはとてもスペシャルです。まあ、すごく大きなファン、層がいます。 まあもちろん、クレイグさんが来たときにですね、www.daniellcraig.jsmond.com。Www. まあそこ、なぜ彼がジェームズ・ボンドなんだというふうに苦情を言ってきたんですね。で、身体のタイプが違うんじゃないかと。でも、彼が役を取ってからは人気者になりました。マーケティングといった意味でもちろん、 人間性をどういうふうに打ち出したのかといったところでうまくやったわけですね。なので、これはコンビです。他の人たちと、と他の女性とも寝ているけれども、しかしながら、人に対しての魅力が発信できたと。ということで、ジェームス・ボンドにおいては、素晴らしい仕事ができ,るできたかと思います。グラスオニオン。 でありますが新たなあ刑事役ですねまあその人ももうスタートしているかと思いますどうもありがとうございますはいあの回答になりましたかそうですねで、ちょっとフォローアップで質問したいと思います <laughs> というのもジェンス・ボンド女性のアクターが演じるという話もありますがどういうふうにチェンジボンドの 男性像があの変わってきたかということですね。そこに影響を及ぼしていますか面白いですね。女性が演じると。あもちろん。最後のフィルムの中でジェームズ・ボンドは死亡します007ですね。で、そこで見たいのは。 あのマイノリティの人物像になるのかといったところは面白いですよね。ノンバイナリーの人でもいいです。トランスジェンダーでもいいです。でも何か面白いものが見れるんじゃないかと思っています。ぜひ見たいですね。あの最終的なヒーロー像がどうなるのかということですね。はい、ノンバイナリーのジェームス・ボンド面白いですね。はい 夕日になりましたので、今日前半の方は終わりにしたいと思います。皆さん、そして平本先生、ありがとうございました。素晴らしいレクチャーでした。次がワークショップになります。Zoom リンクをもらっている方はそちらに入ってください。 そちらのワークショップに参加しない方は、今回、こちらに参加いただければございました。最新の東京大学のウェブサイトを見てください。メールマガジン、ソーシャルメディアもあります。それでは将来も楽しみにしています。ありがとうございました。